はい、どうもこんにちは、たけるです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。ということで今日はじゃん、はい、届きました。先日発売されたばかりの iPhone 16 Pro と16 Plus です。今回ね、こちら Apple さんからお借りしまして、 Pro と Plus の比較レビューをしていこうと思います。 iPhone 16 シリーズの購入を検討されている方はこの動画をぜひ検討材料にしていただけたらと思います。では早速見ていきましょう。見ていきましょう。今回ですね、箱は以前と同様薄型化されてますね。で、それぞれのカラーの色で iPhone と書かれてます。リンゴマークも同じ感じですね。で、今回選んだカラーなんですけども、今回のカラーはプロがホワイトチタニウムで、プラスがウルトラマリンになってます。まあ、簡単に言ったらシルバー、ホワイト系の色とブルー系かなの2つになってます。さあ、では開けていきましょう。オープン。おお、すごい、めっちゃいい色、めちゃくちゃいい色してます。はい、これがプロホワイトチタニウムですね。で、こちら、これも綺麗。はい、プラスのウルトラマリン色ですね。写真ではちょっと紫っぽいイメージかなと思ったんですけども、ブルーとパープルのいいとこ取りみたいな鮮やかな色合いなのに、ちょっと落ち着いてる感じもあってめちゃおしゃれですね。え、めっちゃいい色これ。カメラ越しでわかるかな、思ったより色は薄いです。綺麗ですね。で、このホワイトチタニウムなんですけども、15 Pro、先代の15 Pro と比べて、ちょっとだけ色味が変わってるらしいです。じゃん、ほら。ちょっと明るくなってますね。15の方はシルバー寄りですが、16 Pro は本当にホワイト寄りになりましたね。っていう違いがあります。若干色は違うでしょう。こっちの方、16 Pro の方がホワイト味を増してる感じがします。で、プラスに関しては、カメラが縦並びになりました。iPhone X や11を彷彿とさせるデザインですね。一応手元に10があるので、比べてみましょう。はい。こんな感じ。もうサイズ、レンズのサイズが全然違う。ほら、こんな感じ。すごいですね。時代の進化を感じます。斜めの時に比べると存在感は増してる感じがしますね。でもめちゃくちゃ個人的には好きです。で、それに対してプロは3眼ですね。3つのカメラがついてます。まあ、これはこれまで通りの並び方でね、すごく安心感、安定感がありますけども、やはりカメラはでかいですね。ただ今回、それ相応の価値、この大きさに勝る価値があると思ってるんで、後ほど紹介していきます。じゃあちょっとこのペラペラ剥がしましょうかね。これ剥がします。はい、ディスプレイです。すげえ。で、プラスノーマルは従来通り、側面がアルミボディ。で、背面がすりガラス仕様になってますね。それに対してプロは側面がチタニウム素材で、背面がすりガラスになってます。ただこのチタンなんですけども、前の15プロの時はすごくね、わかるかな、すごくね、シャーっていう感じの縦線というかチタンの素材感がすごく出てたんですけども、今回の16プロに関してはシャーっていう線みたいなのが入ってないですね。なのでよりシンプルになりました。メカメカしい感じがなくなったのかな。個人的にはめちゃくちゃ好きです。で、まあ、チタニウム素材なんでめちゃくちゃ軽いのが特徴なんですけども、今回少しだけ重さは増してます。まあ、それは仕方がないですね。で、今回プロだけディスプレイサイズが変わりました。比べてみると、ノーマル16が 6.1 インチ、プラスが 6.7 インチ。それに対して16プロは 6.3 インチなので、こう並べるとわかりやすいかな。はい、こういう順番。はい、こんな感じですね。これが15プロ、16プロ、16プラスです。6.1、6.3、6.7 ですね。ちょっとだけ確かにね、上がでかくなってますね。幅もわずかに大きくなってます。縦横両方ともわずかに大きくなってますね。16 Pro に関しては、ベゼルがね、極限まで薄くなってるおかげで、本体サイズの変化は最小限に留まってるってわけですね。じゃあ両方とも起動しましょう。はい。じゃあ簡単にセットアップの方を済ませていこうと思います。はい、来ました。じゃあセットアップしていきます。2本。はい、設定が完了しました。壁紙可愛いですね。では新機能を見ていきたいんですけども、まず共通の機能、これが今回16シリーズで結構大きな機能なんですけども、カメラコントロールという機能が搭載されました。これ何かというとですね、本体の側面ですね、ここサイドボタンの下にあるこれですね、これがカメラコントロールという部分です。これはプロに限らず無印やプラスでも使えます。こんな感じね。で、何が起こるかですけど、このボタンをね、グイッと押してみます。いきます。ほら、カメラが起動するんですよ。
もちろんプロでもこんな感じね、こんな感じで起動します。でね、これこのカメラコントロールなんですけども、押したらカメラが起動するだけじゃなくて、なんとここグッと軽く押してみます。ほら1バイトで出てきました。これスワイプするとほらギュイーンってほらこんな感じ、ギュイーンとほらギュイーンってこんな感じでズームのコントロールができちゃいます。でこれね、軽くシュッシュってするとね、2倍、1倍、 0.5 倍ってね、勝手にキリのいい数字に合わせてくれることもありますねっていう感じで、これズームだけじゃなくてね、カメラコントロールを2回グッと押してみてください。するとほらズーム、社会深度、露出みたいな感じで選ぶことができます。ズーム、カメラ、ダイル、トーンみたいな感じですね。じゃあこの被写界深度を選んでみましょう。写真で被写界深度にすると背景のボケ具合を変えてくれます。じゃあこのひよこちゃんを写した状態で被写界深度を、はい、これ今 1.4 倍なんですけども、背景ボケてますね。背景のボケ具合を変えることができます。で露出にすると明るさをこんな感じで簡単に切り替えることができます。めっちゃいいですねこれ。もちろんこれね、一回だけカシャって押すと、よいしょ。はい、シャッターもちゃんと切れます。シャッターボタンとしても活躍してくれるしって感じですね。で、これ縦でも使えて、慣れるまで使いにくいですけども、縦でもね、こうグッと押してあげるとカメラが起動して、すごい。わざわざね、これまでだったらね、露出とかも一回こうやって出して、で、こっからいじるって、ちょっと手間だったんですけども、この片手だけで操作ができちゃうんですね。これがプロだけじゃなくてね、ノーマルシリーズにも搭載されたっていうのがめちゃくちゃ大きいと思います。ただケースによってはね、使いにくくなる可能性があるので、そこは注意が必要です。じゃあ次、アクションボタンですね。これまで iPhone のここ、iPhone15 Pro のここについてたアクションボタンですね。これを押すと、好きな操作を割り振ることができたんですよ。懐中電灯をつけたり、集中モードオンにしたりとかね、いろんなことができたんですけども、それがノーマルシリーズ、無印とプラスにも搭載されました。こんな感じですね。このボタンを押すと、ショートカットとかが起動するようにしています。僕の場合は今、白黒ですね。はい。iPhone 見すぎちゃダメって時にこれをするとね、ちょっと見る気が失せるんで、こういう工夫もしたりしています。他にもね、タイマーを設定するのもめちゃくちゃ便利。カップラーメンよく食べる方なら3分とかね。これがノーマルシリーズにもつきました。そしてこれまたすごいんですけども、なんと空間オーディオの録音に対応してます。どういうことかというとですね、設定開きまして、で、このカメラですね。サウンド収録。で、空間オーディオにしておくと、こんにちは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 っていう感じの動画を撮ります。はい、今撮った動画ですね。こんにちは、こんにちはってやってますね。カメラの手前側でこんにちはって言ってて、でカメラの奥でコン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 ってやってます。ここで登場するのがこのオーディオミックスですね。これを押すと、じゃあフレームいきましょう。こんにちは、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 こんな感じでどの音を優先するかっていうのを決めることができます。まあ、今回、ちょっと分かりにくかったんですけども、カメラの表側だけの声を取るのか、それとも喋ってる方の声も入れるのかとかね、いろんな設定ができます。で外で撮ったらもっとね、いい感じに撮れると思います。といった感じの編集が、プロでもノーマルでも使うことができます。で、両方に対応しているのがもう一つ、Apple Intelligence に対応したことです。これ Apple の AI なんですけども、例えばテキストの生成とか、画像の生成、で、テキストの構成とか、他にも Siri が大幅に強化されたりしています。まあ長い文章を要約してくれたり、ビジネス風のメールを構成してくれたり。で、お店をカメラで撮ると、その店の情報を教えてくれたりとか、めちゃくちゃ賢い機能です。英語版が年内に登場して、日本語が使えるのは来年からになります。そしてマグセーフ充電なんですけど、最大 25W に対応しました。これめちゃくちゃ早くて、Apple からもこういったアクセサリーが出てるんで、ぜひ活用していただけたらと思います。マグセーフマジ便利なんで使ってみてください。じゃあ次、プロのみの新機能を見ていきましょう。プロ今年はすごいですよ。まず、超広角カメラが4800万画素に対応しました。従来は1200万画素だったんですけども、4倍に向上しました。より高精細な写真が撮れるんで、拡大しても綺麗に写すことができます。試しに、超広角で。はい。で、15プロの方でも、超広角で撮りましょう。よいしょ。はい。はい、こんな感じで。画像を並べてみました。これ両方とも超広角で撮ったんですけども、15 Pro の方をですね、拡大してみると、はい、この辺からもう画像がちょっと荒れてますね。に対して、こちら4800万画素なので拡大すると、うわ、すごいわ。潰れ具合が違う。こっちの方がすごく綺麗に表現されてますね。
こっちまだボコボコが残ってるんですけど、こっちはもうボコボコ消えかけてますね。こんなにすごいな、4倍って。僕よく超広角使うんで、めちゃくちゃありがたい進化です。そしてプロの方はですね、望遠ズーム、望遠レンズがですね、5倍ズームに対応しました。これめちゃくちゃすごいことなんですよ。はい、カメラ2台並べてみました。じゃあこれで拡大してみましょう。15プロが3、マックス3倍。16プロがマックスの、5倍ですね。行きましょう。よいしょ。ほい。ほら。2匹を写してみるとこんな感じですね。16プロの方は2匹の顔しか写らないみたいな感じですけども、3倍ズームやったら全体が写ってくれます。こんだけ違う。これ外で撮ったらもっとすごいと思います。いや、5倍ズーム、ね、遠くを写すことが多かったり、イベントごとでね、ズームを対応する方はプロ選ぶといいかなと思います。そして、さらにすごいプロのカメラ新機能なんですけども、設定開けまして、スローモーション撮影、なんと、はい、4K120fps に対応しました。これもなかなかすごくてですね、じゃあスローモーション開きまして、120fps で撮りましょう。じゃあ今からこれを思いっきり振ります。じゃあ今撮ったやつ。再生速度をじゃあ、24まで落としましょう。すると、ほら。滑らかでしょ。あんだけ激しく動かしてたのがこんなに滑らかに動いてくれます。いや、すごいですね。これはすごい。ぜひプロを買った方はね、120fps 試してみてください。4K ですよ。はい。じゃあ進化した点を見てきましたけども、ノーマルシリーズとプロシリーズの違いを見ていきましょう。まず、一番違うのはカメラです。ノーマルの方はカメラが2つ。超広角と広角。プロシリーズの方は超広角、広角、望遠がついてます。で、さっき言ったみたいに望遠のレンズは5倍ズーム。超広角は4800万画素。ノーマルに関しては、広角4800万画素。超広角は1200万画素です。で、二つ目。違い二つ目はディスプレイ。画面サイズはね、プロの方が大きくなったんですけども、それだけでなくですね、常時点灯ディスプレイ。そして、120Hz のヌルヌルディスプレイに対応してます。なので、このスワイプの動きとかもね、実はプロの方が滑らかに動いたりもします。スリープしてみると、ほら、こんな感じ。プロの方は常についてるんですけども、プラスの方はついていません。この違いですね。常時点灯ディスプレイの有無で、ロック時、スリープ時に表示する内容が変わってきます。なんでね、画面をつけなくても時間が分かったりするのにとても便利です。僕はこれめちゃくちゃ気に入ってます。そして決定的な違い、3つ目がカラバリとデザインですね。これに関しては先ほど見ましたけども、プロの方はスタイリッシュ。ノーマルの方はポップって感じですね。でも16にもね、ブラックとホワイトがあるので、ポップが嫌だって方はね、その辺選ぶといいかなと思います。でもデザインもね、プロシリーズはチタニウム。で、ノーマルはアルミを使ってるといった点でも違いがあります。そしてバッテリー。これ結構大きいですね。バッテリー持ち比べるとこんな感じです。ノーマルと16プロで5時間も違うんですね。これだけ違うとなるとやっぱりね、プロの安心感って大きいですよね。とはいえ、16、ノーマル16もね、15の時と比べたら、2時間伸びてるんで成長はしてると思います。プロと比べたら見劣りしちゃいますけども、十分な、バッテリー持ちはあります。あと細かな違いとして USB-C 端子の違いがありまして、ノーマルは USB2.0、 プロの方は USB3 に対応してるんで転送速度の違いはあります。あとはね、プロの方はマイクが4つついてるとかね、そんな違いもあったりします。にしてもね、今回クオリティが高いです。どちらもめちゃくちゃいいです。今回プロとノーマルの差がそこまで開いてないっていうのも結構嬉しいポイントで、ノーマルを選んでも十分な性能と機能性があります。素晴らしいですね。はい、ということで見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。もうプロもプラスノーマルですね。もうすごく進化してます。今回4モデル出てます。16無印、16プラス、で16プロ、16プロマックス出てますけども、この16と16プラス、16プロと16プロマックス、ここに関しては、違いで言うと画面サイズとバッテリー持ちだけなんですね。で、ノーマルの中でも大画面がいい方はプラス、プロの中でも大画面がいい方はプロマックス、みたいな感じの選び方がいいと思います。でもね、総評、ノーマルかノーマルプラスで十分だと思います。いや、大きな性能差で言うと CPU、GPU、で、あとはカメラと画面くらいなので、そこに魅力を感じない。もしくは、そんなに使わないよって方はノーマルでも十分幸せになれると思います。プロは本当にプロ向けの価格帯でもありますし、望遠レンズの5倍ズームとか、ヌルヌルの常時点灯ディスプレイがなければ、ノーマルで十分満足できると思います。今回はね、プロもノーマルもどちらもね、Apple Intelligence 使えますし、迷うならノーマルにして容量を上げた方が幸せになれるかなと思います。僕みたいにね、望遠の5倍とか常時点灯ディスプレイが使いたいとか目的がはっきりしてる方はプロを選びましょう。今年の機種はどれを買っても正解だと思うので、安心して選んでいただけたらと思います。パワーアップしたカメラを使いたいならプロシリーズ一択。でもノーマルでも十分なカメラ性能なので、大半の方はノーマルシリーズでも十分。質問などがあればね、コメント欄に書いていただけたらと思います。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画をいいと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価お願いします。ではではまた次回お会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。